はいどうも、赤ポチせよ赤ポチパシパシチビーはいせーラーメン豚んちさんです。あたしんちじゃないですか。あたしんちではございません。あなた、ね、はい、あなた、あ、僕も、はい、あなたも僕も、あたしんちじゃないですか。あ、違います。豚んちって書いて友達んちです。はい、友達んち、これ友達んちです。はいということで、はい、平塚駅からまあ徒歩6分ぐらいの、うん、ありがとう。はい、2014年にオープンしたお店ですね、うん、実はちょっと有名でして、アドマチック天国とかでもですね、16位とか19位ぐらいに、あの出たお店なんですね。はい、平塚では結構有名なお店ということですね、うん、で、ラーメン、味噌ラーメン、味玉ラーメン、魚介つけ麺、まあ、レディースラーメンなんかも用意されて、うん、汁なしもあるということで、うん、豚追加トッピング、ご飯物もね結構充実してましたよ、うん、はい、で今回私がね、うん、どうしても頼みたかったな、うん、こちらです。お、平塚盛りというデカ盛りメニューがある。なんか全然違うんですけど、平の清盛、いや似てるけどね、はい、実らが、はい、塚盛さんではございません。ということでこちらが平塚盛りです。お値段が1680円。はい、で豚が6枚、野菜4倍、味玉1個、麺 375g、 スープ以外を完食するとですね、色紙が自動的に飾れるというので、ね、これにチャレンジしてもらいました。なるほどね。野菜の量だけが決まってまして、でニンニク油辛めが、マシとかマシマシとかできます、うん、だから平塚盛りのめっちゃ少ないのが頼めるといえば頼める。なるほど、これが最大量の感じがしました、うん、ね、で豚肉デコ6枚入ってるんですけど、炙りにもできるんですね。全部炙りでもいいし、僕は三々でデコ炙りというふうにいたしました。ね、一望でもいける、うん、ということでいただきます。まずはデポ豚ですね、うん、なんか喋ってましたか。何でしょうか。小ぶりで食べやすく、返しもねキャッと染み込んでいる、仕上がり豚です、うん、はい、まあ、大抵は仕上がり豚です。まあね、仕上がった状態で来るからね普通はね、そして炙り豚はね、うん、ちゃんとね思った通りに香ばしくてね、うん、美味しかったですね。いいね、ですよこれね。で通常のラーメンにはですね、うん、2枚豚が入るんで、うん、まあ、そこはデフォート炙りと1枚1枚でいいんじゃないですか。あ、なるほど、多分できると思います。楽しみますかね。へい、野菜油、これシャキですね、うん、シャキ野菜でございます。で、うん、平塚盛りをやっぱ頼む際ね、うん、一番ビビるのがこの野菜4倍じゃないですか、やっぱ、うんうんうん、でもですね、私これまでの激闘が、うん、この4倍をそこまで多くないかなと。悟空みたいですね、太陽、太陽圏慣れてみたいなラディッツぐらいじゃちょっともうみたいなね、で油もそんなに多くはないんですが、爽やかシャキシャキ野菜と食べ進められるんで、こう美味しい部類に入っていくのかな、量よりも、はい、ただまあここまではまだ序盤序盤という感じでしたね、うん、ちなみにこのね、あの下にある器、うん、これは実はね、うん、あのおとりざるに使ってくださいって言われたんですけど、あのそのままの方がちょっと YouTube 映えするんで。なるほどね、はい、そのまま使ってます、うん、ちなみに YouTube 映えってのは僕が作った言葉です。あ、そうなんですか自ら言ってます。ありそうな気もする。ありそうな気もしますけど、最近使ってる人はいない。微乳化スープをね、飲んでいきます。あら、これがね、美味しいんです。すごく美味しい、うん、なんか醤油が強いんじゃなくてね、うま、ん、み成分がこうドドドドドッとなだれ込んでくる、うん、なんか独特なスープなんですよね、うん、これが今回って平塚盛りの肝となる、なるほど、うん、スープでございます。さあ麺ね、先いきますが、うん、通常25第400、平塚盛りだとで375なんですね。逆に少なくなるんだ。なんか 1.5 らしい、通常の 1.5 らしい。なるほどね、はい、少なめは150ということで、うおーいしょい、うん、麺がちょっと長めですね、うん、はい、おいしい&おいしい。じゃあおいしいか。おいしいんですね、ま、だから先ほどのスープが非常においしいんで、うん、あの麺がね、そこからこう引っ張った時のこのまとい方がまあおいしいから、ね、で、もちもちストレートかな、うん、うん、だからあの、あまりざらつきがないんでね、うん、ズズーズズズーズと進めます。ズズーズとするな、ごたくはいい、ズズーズっといてお前あんなんだが、うめ、ごたくはいいんだ、ごたくはいいよ、ね、あ、ニンニクをね、これね、もう舞台入れなくていいんじゃないかぐらい、あのニンニク愛好家な、愛好家の私がね、むしろ味壊したんじゃないか心配になりました。ちょっとこれぐらい美味しい、だからまあもちろん入れていきますが、二郎系の醍醐味確認はできるんですけども、うん、
つもニンニク豆乳をどうしようかなって思う人は、うん、いっそ入れなくてもいいかもしれない。なるほど。それぐらい僕は自信を持ってこのスープをおすすめしたい、うん、さあ、その肝となるスープ開始です、うん、これがね、はあ、あれはてな、うん、ついに味覚バグった。いやいや、ちょっと、ちょっとね、酸っぱかったんで、ああ返しなんでしょうかっていう疑問が出ちゃって、うん、ね、うん、聞いてみました。なるほど。はい。あ、すいません。これって普通のラーメンのタレですか？そうです。あ、ラーメンのタレ。美味しいっすね。美味しいっす。った。ちょっと気使ってんじゃん。いやいや、酸っぱさの理由とかは聞かないんだ。まあちょっとね、多分、うん、まあお酢的なものが入ってるのかもしれないんですが、うん、でもスープよりもね、うん、このベースとなる豚骨の出汁の方が全面にこう出てきてるから、うん、ちょっと醤油感よりも旨味が強めなのかもしれないですね。なるほどね。はい。で、ギャバね、ギャバ、どっち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 、ギャバ。ギャバ。実はでっかい方は黒胡椒でした。あ、なるほど。はい、ちっちゃいのが白でね、黒胡椒だとパンチ効きすぎちゃうので、うん、珍しくね、マイルドな方を選んでるんですね。それもうね、平塚盛りってやっぱり量がすごいじゃないですか、うん、だけどもう美味しさに目がいっちゃって、あ、確かに、なんかもう、いい意味で平塚盛りを消しちゃってますよ。はい、まあ、あなたが慣れてるっていうのはあるかもしれない、ね、あ、まあまあ、もしかしたら普通の人は大食いとしてやるかもしれない。おっと、美味しいグリルが出ちゃいましたが、ここで魚粉をちょっと入れました、うん、まあこれも少量の方がおすすめです、うん、ええ、味壊してみて、あら、さあ、最後にそんなこと言ったら味玉、ね、最後に残ってるのがじっくり見ていきましょう、味玉をね、うわお、うえいうえい、半熟味玉、よいしょ、はい、うん、いい色ですね、うん、ええ、まあそこそこの硬さ、楽しむね。味変もして美味しいよということで、あんまり味玉ね、これはあと、はいはい、ぜひダブルセブン、スマホを落とすのもいいじゃないですかね、聞いて90.35 です、うん、旨味度90%、ということで久々にニャンパチどもが登場。おかけ猫ね。おかけ猫。おかけ猫。ドンキで食ってんだ。ああ、マフラーが入ってる。あれ、ちょっと待ってください。はい。敷地は？あ、書きましたよ。あれ？あ、ごめんなさいごめんなさい。じゃあ準備してないんで、後でここでポンと出しておきます。なんで？写真撮りましたんで。それ見せてくれ。写真撮りましたんでね。俺は見れないんだ。はい、じっくり見て。今もニャンコ。いや、じゃあ今あれだね、にゃんこと色紙が同時に出てるじゃあ、ね、そうなってるんですよね。はい、じゃあもう僕聞きたいのは、はい、これ頼んでどこに僕のこの色紙が飾られているのか、うん、ちょっとどこにあったか報告お願いしたいです。ブダンチに、ブダンチ、友達家に行った時はそう、ブダンチでね、ということで平塚湘南行っちゃいましたけど、やっぱ夏に、うん、湘南行けてよかったね。海行くんですよ。え、こういうのって男は黙って、平塚盛り、はい、ごち、